帰り。だ。ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいが、記事ではストレス性ということで片付けられてるの。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なーに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ、遊びじゃないんだぞ。Thank you.
なるほど、彼か。いや、こんばんは。私は幾月修司、君らの学園の理事長をしているものだ。幾月、言いにくいだろう。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると噛みかねろ。ま、かけて。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？なぜって、君を迎えるためさ。ダメかい？ああ、竹馬くん、そういえば霧城くんは？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい？この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹馬くんと、それから霧城くん、あと3年生の男子で真田明彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。他に聞きたいことは？変なもの？何のことだ？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。他に質問はあるかい？よろしい。じゃあ良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼ。なんちゃって。ごめんね。さて、私も部屋戻ろった。理事長も言ってたけど早く休んで。転校って慣れるまでは気疲れするしさ。おやすみなさい。お疲れ様。どうだい、彼の様子は？先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は？ま、とりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。いいじゃん、行こうぜ。外とかまだちょっと寂しさな。え、どうする、萌実？全然行きたいのは行きたいけど、何気に親とかさ。関係ねえじゃん、メールしときゃバレねって。まあ行っちゃおっか。すまんね。大マジだって、超ビビった俺。作ってない？ゲージャープレゼンツ、ザ・ベイハッピーチューナーズ。来週もまたこの時間にお会いしましょう。この番組は人に永遠の快適時間、霧城エレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。平然と眠ったままか。
毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。じゃあ彼は？見ての通り、彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というか、あるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス。同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき対価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。はまだそれでよろしい。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。調子どうよ。暇だろ。帰りどっか寄ってかね。
前夜っつったら、ああそうか、お前越してきたばっかだもんな。んじゃ案内してやるか。すぐそこだし行こうぜ。ここがポロニアンモールな。学校のやつらとちょっとどっか行くべーってなるとここだな。カラオケとかゲーセンとか、あと CD 見たりとか、あとあれよ、クラブ。ええ、行ったことありませんけどね。変わり映えしねえけど、まあ贅沢は言えねえよな。とりあえず CD でも漁って。新しいやつ出てんじゃんか。ここはやるしかねえ。見せてやるよ、俺のクレーンさばき。あっちくしょう。いやいやいや、絶対取ってやる。あ、ちょっとお前横から見てくれね。もう一回、もう一回だけ。おかえり。大様子は少々疲れているようです。着替えもせず眠ってしまった。ですがその他は昨夜と変わりありません。やはり興味深いね。彼はたとえ影時間への適性があっても初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。明彦か、どうした。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただ、あいにく追われてたな。
もうすぐそっちに着くから一応知らせておく。それ、奴らがここに来るってことですか？理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。明彦、大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、奴らなのか？はい、ただ普通の奴では。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室。竹葉、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは？ここで何としても食い止める。明彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく、何してる。早く行け、竹葉。わかりました。悪いけど説明してる暇ないの。今すぐこっから出るから。とにかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。よし、ここまで来れば。竹葉、聞こえるか？はい、聞こえます。気をつけろ、敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか？まず退却。でもどうしよう、正面玄関にも奴らがいるし。とりあえず上。行くよ。襲ってきた化け物シャドウ。
待て。今のは終わったな。シャドウ、さっきのやつの破片から？再びお目にかかりましたな。
あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。おお、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合った時、表に出てくる人格、様々な困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育む、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時には、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。では、その時までごきげんよう。気がついた。気分はどう？ああ、よかった。やっと起きたよ。あ、ここは辰巳記念病院って言って、駅前からちょっと行ったとこよ。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね。あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。あの力はペルソナって呼ばれてる。それにあなたが倒した怪物はシャドウ。私たちの戦ってる敵よ。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。お父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。お父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。だからここにいれば、お父さんのこと何か分かるかもって思って、学園に入ったのも、この前みたいなことやってるのも、そういうわけ。もっとも、怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。うん、でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。
でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。目が覚めたらすぐ退院できるって言ってたから、今日のうちに戻れると思うよ。じゃあね。